深沢智彦7月20日から1970年8月27日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。第10代八王子市長を務めた。細川家の家臣である深沢家の長男として熊本県熊本区矢部内町に生まれる。熊本県立最高中学校を卒業後、1900年に陸軍士官学校を卒業。 1901年6月25日、陸軍不評少位に任官。シベリア出兵では1924年10月に、佐賀連州派遣軍不評第一大隊長となる。その後、熊本陸軍幼年学校長、熊本陸軍共同学校長、不評第45連隊長などを経て、1930年12月、陸軍少将に進み不評第33旅団長に就任。 第3師団司令部府、陸軍と山学校長などを経て1934年12月、陸軍中将に昇進。翌年8月28日予備役となり、9月26日生4位に女せられる。1937年から1939年まで、留守第10師団長。招集解除後は、熊本に帰郷する。1940年4月29日、 君一等極日大受賞を受賞。1942年3月に、関谷玄衛が市長を退任後、公認を模索するが、当時の流れや軍都として発展させ、八王子の地位向上を図ろうと軍人の市長就任を目指しかし公平中将が候補として上がるが失敗。同年8月に谷敏夫中将を推薦するも本人が辞退している。その後、人選を一任された。 牛島貞夫によって深沢が推薦され、同年9月1日に第10代八王子市長に就任する。行政は素人であったため元八王子警察署長、生駒淳次郎が助役に就任し実務を取り仕切った。特に目立った実績もなく1945年8月2日に起きた八王子空襲の視察を行わなかったことから、市民の不満が高まり9月12日に市長を辞任した。 辞任後は、熊本日記教、共有会会長などを歴任したほか、加藤神社の宣宮にも関わった。1970年8月27日死去。ありがとうございます。